これよりバグスター切除手術長、切除手術長、切除手術長。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ライダーキックスフィギュア、レジェンドライダーシリーズ、仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2です。はい、こちら仮面ライダーエグゼイドに登場します2号ライダー、仮面ライダーブレイブのレベル2の姿ですね。ゲームがモチーフになっている仮面ライダーエグゼイドのライダーたちですけれども、こちらはクエストゲーマーということで RPG がモチーフとなっております。外箱見ますとめちゃめちゃかっこいいブレイブ映っておりますけれども、まあね、 RKF といえば前回のクローズチャージがね、もう顔ここ映ってんのはめっちゃかっこいいんだけど、中開けてみたらもう本編と全然違う真っ黒な顔のクローズチャージが入ってたってことがありましたので、まあ中開けるまでは油断なりませんね。それでは開けてまいりましょう。それでは開けてま、あれだ、今ねボーって音もしかしたら入ってるかもしれないですけど、今回からねエアコンつけてます。今までねもうどんな暑くても我慢してたんだけども、ね、前回の一番くじの時にも汗ダクダクの中で撮影しましたんで、もう今回からちょっとエアコンつけさせていただきました。ちょっとうるさかったらごめんなさいね。行きましょう、せーの、どうぞ。お、いい感じ、いい感じじゃない。うん、なんか全然問題なさそうだよ今回は。まあ、エグゼイド系ですので中身確認する前にも先にシール貼っちゃいましょう。エグゼイド系はね必ず胸のシールがついておりますので、はい、いい感じ、いい感じ、はい、貼れました。はい、というわけで中身は仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2と交換用テクイパーツが左右1つずつ、そしてガシャコンソードですね。まずガシャコンソード見ていきましょう。ガシャコンソードといえば放送当時に、ね、発売していた、レベルアップライダーシリーズの時のガシャコンソードが恒例で、これね剣先がこうやって回転して火の、炎モードと、この氷のアイスモードみたいなやつ、これをねこうやって、回転させてね2モードで戦えるみたいな感じでやってたんですけれども、今回は色が塗られてないので、裏面がっつり肉抜きで回転のギミックなんかはありませんね。なので、肉抜きをまあ見せないようにポージングさせて使うって感じかな。はい、というわけでブレイブ本体見ていきましょう。まずね顔の印象なんだけど、太ってない？なんか横幅広い気がすんだよな。なんか頭でかいよね。で、この目だね、やっぱね。うん。普通だとこれさ、クリアパーツ使ってて、ちゃんとこのね、なんか鎧の奥にちゃんと目があるみたいな感じで、今までのフィギュアはデザインされてたんだけど、もうがっつり上からシールみたいなの貼られて、まあ顔を表現してるって感じかな。まあ全然ね、気にならないっちゃ気にならないけど、まあちょっとこの目がのっぺりした印象は受けますね。ただ色はぶきは相変わらず少なくて、肩パーツのねこの付け根っていうかこの下のところが白いのが省略されてるのと、左手のねこのシールド、この下の方が本来なら銀色なんだけど、まあこれが一つね水色でも統一されちゃってるのと、まあ手の甲のとこも銀色ありますね、それが省略。ベルトはいつも通り全然色塗られてなくて、足首から下も全く色塗られてないって感じですね。ただまあね、全然なんだろう、細かいとこは塗られてないってだけで、ボーイズトイとしては全然優秀なレベルかな。うん、正直クローズチャージのがっかり感と比べれば全然個人的にはありですね。もうちょっと顔の大きさもね全然気にならないですよ。遊んでる分にはこれぐらい肉付きあっても全然楽しいかな。そして裏面も全く色塗られてないですね。レベル1の時の顔パーツ、これがね全く色塗られてないとねこんな感じになっちゃうんだね。これはこれちょっと面白い。で、放送当時のレベルアップライダーシリーズの仮面ライダーブレイブレベル2がこれで、まあ、顔のね形全然違うのよくわかりますよね。今回横幅やっぱ広いよな。そして目のここのクリアパーツがこっちは使われてるけど今回は使われてないのと、胸も前回はねこうクリアパーツかね、ほんとねこれちゃんと奥行きがある作りに前回なってたんだけど、この放送当時のやつはね今回はシールで保管されております。まあ、放送当時こっちはね値段全然高かったんですよ。今回のやつよりも高かったので、まあ、それだけの作りちゃんとしてるって感じかな。裏面もねこれ他の別売りのねボディ使うとレベル1にもなれるって仕様だったので、まあ実際はねここ目がないんだけどレベル2はね、まあでもこのレベル1になるために目があるって感じで、まあこっちの方がやっぱ色使われてるので今回のと比べると豪華って感じがするかな。すでに発売しておりますエグゼイドと並べるとこんな感じですけれども、逆にさエグゼイドはね結構シャープなんだよね顔がね。それと比べると今回ちょっとぽっこりしてるよね顔がね。うん、顔のことばっか言ってんな俺。で、交換用のテクイパーツ左右この開き手があるんですけど、これはどう使用するかと言いますと、体の前にこうやってね手の甲を前に差し出すようにしてポージングさせれば、変身直後の
これよりバグスター切除手術を開始するのポーズを再現することもできます、切除手術が難しいいやでもやっぱねこのポーズが再現できるのやっぱブレイブらしくてかっこいいよね。うん、これすげえ好きだよ。うん、そしてもう一度手首を付け替えて武器を持たせればかっこよく攻撃ポーズを取ることもできます。武器を氷モードにしているときは剣を逆手で持ちますので、こっち氷モードにしているときはこんな感じでポージングさせると映えますね。めっちゃかっこいいです。別売りの魂ステージを使えばジャンプ切りみたいなポーズを取らせることもできますと忘れがちですけど、まあ、仮面ライダーですからね、ライダーキック的なポーズも取らせることができます。これがね、まあ、通常のライダーキックって感じかな。そしてすでに発売されているエグゼイドと並べるとこんな感じですね。一応1号2号ライダーって感じですけども、エグゼイドといえばなんかコンビはキリアさんのイメージ、もしくはパラドのイメージが強いし、ブレイブのなんかコンビっていうとスナイプのイメージが強いので、1号2号なんだけど、なんかこのツーショットってさ序盤だけだったっていう印象があるんだよね。はい、というわけで本日は仮面ライダーブレイブの RKF をご紹介いたしました。やっとエグゼイドも2号ライダー以降が発売になりましたので、まあ、すでにエグゼイドとか、ゲームとか発売されておりますので、まあ、この後もね、ラインナップどんどんついていくと思います。いや、 やっぱね、どうしてもレーザーが発売するかがすごく気になるんだけど、やっぱバイクだから厳しいのかな。どうせならね、全ライダー網羅してもらいたいなって感じしますよね。ポッキーとかね、発売してほしいなって感じがしますけれども。で、ブレイブは同時発売でスナイプもね、発売されててすでに購入しておりますので、こちらの動画もおいおいね、作ってアップしたいと思っております。というわけで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。